はい、交流戦ということでね、また新たな1週間が始まりました。6月に入りましたね。早いですね、この1年ね。なお、この動画が投稿されたのは11月の12日ということでね、もう1年の終わりなんでしょうね。まあ、5ヶ月以上先、6ヶ月以上先というのはね、ちょっとね、きついような感じもします。まあ、その話は置いておきます。さあ、神宮で行われた楽天対ヤクルトということでね、先発、こちらはですね、塩見投手と金久保投手でございましたね。7対4ということでね、なんと大西投手がね、2回無失点でね、プロ初勝利ということで、まさかにね、大西洋輝投手にね、まさかのプロのね、初勝利というね、権利がね、まさか巡ってくるとは、まさか思わなかったって感じはしますけどね。2年目となる大西投手。まあ、ここまで防御率6点台とね、ちょっとあまり良くないという印象は、まあ、あるっちゃあるんですけどもね。まあ、前回登板がね、ちょっと3点取られてしまってるんでね。まあ、ちょっとあれですけども。まあ、ただ今回のはね、2回をしっかりこう、抑え切ってっていうね、パーフェクトリリーフだったかなと思います。対しまして、楽天なんですけどもね、7回に一挙5得点失ったということでね、このビッグイニングですね、ワンアウト満塁という状況を作りまして、青木にフォアボール、そして山田哲人選手にね、そこからね、まあ、さらに、まあ、酒井投手に代わって森原投手がね、上がるんですけども、火消しに失敗してしまうんですね。まあ、最終的には村上選手にホームランを打たれてしまうというね、まあ、最悪な展開ということでね、まあ、これはちょっとね、楽天の投手陣、中継ぎ陣に問題があったかなって感じです。そして東京ドームですね、先発、松本投手と高橋投手でした。高橋投手、大丈夫ですかね、これ、4回途中でマウンド降りてますけどね。まあ、さて、攻撃の内容を見ていきますと、最初よく点を入れていくんですよね。4番、4回、4番の岡本選手の先制ホームランで先制します。さらに5回にはウィーラー選手、ワンアウト満塁からの押し出しのフォアボール、そして犠牲フライですね、吉川選手の犠牲フライ、さらに岡本選手、本日、2打点目となりますタイムリーヒットでね、これで岡本選手がね、4番としての役割を果たすんですけども、途中崩れてくるのは中崎陣です。倒壊してしまいました。7回、若林選手がね、ちょっと怪我で離脱している中、岸選手がね、スタメン出場しております。その岸選手がね、スタメンにね、応えます。ピエラ投手から鍵谷投手に変わりました。カウントがですね、ワンボールツーストライクから追い込まれていた状況です。スタンド中段に放り込む、バックスクリーンに放り込む、ホームランを打ってくれました。これで4対1となります。これでね、1点ずつね、返していこうというね、感じが見えてきました。まあ、感じなんですけど、9回、流れまして、タイルができました。メヒア選手がですね、ワンアウト、1塁という情報からツーランホームランで、これで1点差。さらに森選手にもホームランが生まれたんですね。これで引き分けということでね、鍵谷投手がね、誤算な一発を打たれてしまったって感じですね。その森友哉選手はね、5打数3打1打点、2番キャッチャーなんですよね。2番キャッチャーはね、ヤクルト、そして、オリックスの若月選手ね、そして DeNA の伊藤光選手が、まあ、2番キャッチャーとして座ってますからね。はい、DeNA 対ソフトバンクということで見ていきましょう。先発は武田投手とピープルズ選手でしたね。3対 4DeNA が勝ったと逆転勝利ということでね、まあ、思いがけないって感じですね。2回、牧選手のタイムリーヒットで先制します。しかし3回に栗原選手の逆転ツーラン、4回には中村選手のタイムリーで、3対1とされますけども、8回に宮崎選手のタイムリーで1点差に迫ると、8回またやってくれました。ワンアウト満塁で牧選手の本日、3打点目となるタイムリーツーベースということで、牧選手は4打数4安打3打点というね、もうルーキーらしからぬ抜群の存在感といった感じでしょうかね。またクリーンアップに戻ってしまうんでしょうかね。ちょっとね、わかりませんけど、この得点圏の強さは本物ですわな。はい、バンテリンドーム中日対ロッテということで、また柳投手がやってくれました。9回無安打ということで、9回1安打。無失点というね、8奪三振という素晴らしいピッチングでした。二木投手もね、全然悪くない印象だったんですけどね、ちょっと打線がね、柳投手の前に手も足も出ずということでね、すごすぎますね。で、福田選手のタイムリーだけでね、勝ったということでね、これはもうエースとしてね、もう認めざるを得ないっていう感じですよね。まあ、大野投手以上のね、またね、エースが出てきたかなって感じですね。はい、関西ダービー、今シーズン行われた試合ですね。先発、山岡投手とですね、西投手でございました。
ちょっとこれは岩崎投手が誤算でしたね。一挙3得点ということでね、8回の見ていきましょう。ワンアウト2塁1塁から安達選手の勝ち越しタイムリー、さらに、紅林選手のね、2アウト満塁という状況からね、タイムリーヒット、馬場投手に変わってたんですけどね。ちょっと岩崎投手がね、ちょっと打たれてきてるかな。まあ、疲れなんでしょうかね。まあ、休ませてあげるのもいいかなって感じです。広島対日本ハムということで、先発がですね、上沢投手と大瀬良投手でしたね。上沢選手はね、7回途中3失点ということで、まあ、まずまずのピッチングといったところでしょう。ただ、大瀬良投手がね、序盤から失点をね、こう多く積み重ねていったって感じで、ちょっと大瀬良投手がね、準備不足っていう感が歪めないですね。まあ、これもありましてね、防御率が2点台だったのにね、一気に3点台ということでね、まさかの展開ということになってしまいましたね。まあ、これではエースとは言えませんね。エースは森下投手でしょうかね。はい、2日見ていきましょう。楽天対ヤクルトということでね。ちょっと時間がないので一気に行きましょう。先発、則本投手と、田口投手でした。ヤクルトは全然打てなかったですね。則本の選手の前に、まあ、初回の1点のみということにこうなったって感じでしょうかね。ということで、打線がね、奮起しなかった1試合でした。西武対巨人ということで、先発がですね、ダモディ選手と横川選手でした。横川選手、また勝ちがつかないんですよね。悲しい出来事ですね。まずまずのピッチングだったんですけどね、ダモディ選手が5回に急に崩れてしまったということで、ウィーラー選手のタイムリー、さらに、2アウト満塁から岡本選手のね、逆転タイムリーということでね、これでまあ決着がついたって感じですね。で、ウィーラー選手4打数2安打2打点ということでね、これ5月の結果 MVP 間違いないんじゃないですかね、これね、セリーグね。はい、DeNA 対ソフトバンクということで、まだね、DeNA ね、ソフトバンクでもまあよくやってるなって感じですけどね。まあ、引き分けにはなってしまった。まあ、追いつかれてはしまったものの、まあ、勝ち越し点は上げなかったというところでね。まあ、見ていきますと、ソフトバンクのね、ちょっとね、投手陣っていうとかですね、良かっただけに、ちょっと打線の援護がね、全くなかったっていうのがね、ちょっとあれかなって感じします。まあ、これよく言えることですね。バンテリンドームということでね、先発岩下投手と小笠原投手でしたね。ロッテは反撃がさすがにこれは遅すぎますね。まあよく引き分けに持っていけたかなって感じはしますけどね。まあ角中選手がね、調子の良さっていうのがね、まあ見て取れますよね。9回のね、同点タイムリーということでね。ということで角中選手がね、交流戦入ってから調子がいいんですよね。そしてね、福田選手ね、3回にね、また2夜連続のね、タイムリーヒットということでね。さすがですね。そして福留選手代打でできましたね。しっかり結果残してくれるセンターへのタイムリーヒットということでね、これで勝ったかなと思ったんですけどね。ちょっとね、9回ちょっとね、角中選手のね、タイムリーに入ってしまったっていう感じですね。はい、ということで、阪神対オリックス関西ダービーということでね、見ていきましょう。先発秋山投手と宮城投手でしたね。まあ、どっちもピッチャーもね、いい感じだったんですけどね。ちょっとオリックスはね、タイムリー、欠乏症にも華々しいですね。宮城投手ね、いいピッチングをしていただけにね、これはちょっとね、山本由伸投手からね、ちょっとね、負けなしの宮城投手だったんですけど、ちょっとこっちおいでって言ってるような感じがしますよね。無援護属性が来てしまったんでしょうかね。まあ、これはオリックスに、まあ、いるからっていうね、定めなんでしょうかね。わかりません。まあ、北条選手がね、1軍復帰しまして、2安打ですよ。すごいですね。で、ロハス選手は2軍降格ですね。これはちょっと一大事っていう感じなんでしょうかね。はい、広島対日本ハムということでね、見ていきましょう。加藤投手と野村投手でしたね。日本ハム全く打てませんでしたね。9安打無得点ということで、オリックス以上にタイムリー欠乏症も甚だしいというところですね。そして9回はね、栗林選手がね、出てきまして、もう絶望でしかないですね。はい、ということでね、本日の動画いかがだったでしょうか。まあ、タイトルにも書いている通り、山口俊投手がね、なんとね、3A もね、ちょっとダメかということで、防御率6点台でかなり苦しんでいるということで、日本球界復帰というのがね、ちょっと見てきたっていう感じがしますけどね、どうなんでしょうか。ということで、本日は最後までご視聴していただきありがとうございました。次回の動画もぜひご覧ください。